このままおとなしく行かせてもらえるわけじゃなさそうだ。交渉がまとまった後にこう出られるとは予想外でした。これだからヤクザは面白い。裏切られただけじゃないですか。違うな。じゃあなんで。ビジネスの話はまとまってもけじめは取れってことなんでしょう。この場を切り抜けさえすれば向こうも約束を果たしてくれるはずです。そういうことだ。この場を切り抜けるって無茶だ。ここは東条会の本丸だぞ。無茶でも何でもこれが極道の流儀なんでな。小田、立花を頼む。くそ、分かったよ。桐生さん、ご無事でしたか。ああ、そっちも大丈夫そうだな。ええ、小田さんがついてますから。やっぱり、すんなり正面から返してはくれそうにないか。ったく、たった3人相手に全力でかかってきやがって。何を言ってるんです。初めからリスクを承知で飛び込んできたはずですよ。それは分かってますけど、
これくらいの修羅場なら今までに何度も経験してきた人物か。それに桐生さんもいるんです。決して勝てない戦いではありません。立場そうでした。それじゃ一丁ビシッと言えりますか。新人に頼りっぱなしじゃ先輩の顧客にかかわる。よし、それじゃあそこの扉から外に出よう。ええ、行きましょう。大丈夫か。ええ、なんとか。それより先を急ぎましょう。出口はあっちだ。急ごう。なんとか生き延びたのが。ここに長居は無用です。行きましょう。桐生一馬か。あの風間が目をかけただけのことはある。あれもいつか化ける男なのかもしれねえな。